現在のイギリスのヒーローがナジーム・ハメドだとしますと、ドイツのヒーローは差し支えこの人ではないでしょうか。 IBF 世界ライトヘビー級チャンピオンのヘンリー・マスケ。今日はですね、このライトヘビー級ではここ数年間で最も、まあ、注目されているであろう一戦をお伝えしたいと思いますが、WBA と IBF の両タイトルがかかります王座統一戦ということになりますが、これはある意味で歴史的な一戦になりますね。そうですね、まあ、これまでにですね、ボブ・フォスター対ビセンテ・ポール・ロンドンという試合があったんですね。これは WBC と WBA の、はい、王座決定戦ですね、はい。まあ、ボブ・フォスターが統一チャンピオンだったんですけど、 WBC のタイトルのみになって、その WBA のタイトルを取っているビセント・ポール・ロンドンと戦って再統一したんですね。だからそういうの1972年だったと思いますけどね。そういうのありますけれど、はい。浜田さん、統一戦、お互いにベルトをかけたという試合、やっぱ一種独特のものがありますね。まあ、そうですね、やっぱりチャンピオンが多くなってきましたからね。一般の人だとちょっと名前を覚えきれないぐらいいる時代になったんで、はい、それはやっぱりチャンピオンというのはもともと一人のはずですから、それはいい傾向だと思いますね。そうです、はい。まあ、このバージル・ヒル、そしてヘンリー・マスケともにですね、似たような経歴でオリンピックのメダリストでした。それではプロフィール紹介してもらいましょう。まずはチャンピオンのバージル・ヒルからお願いします。はい、アメリカノースダコタ州のウィルストン出身の32歳ですね。戦績は43戦42勝20 KO 1敗。まあ、この1敗は、トーマス・ハンズに敗れたのみですね。84年ロサンゼルスオリンピックのミドル級の銀メダリスト、そして、プロへ転向してですね、87年レスリー・スチュアートにですね、4ラウンド TKO 勝ちして WBA の世界ライトヘビー級タイトルを獲得して、このタイトル10度防衛したんですけど、11度目にトーマス・ハンズに敗れた。ところがこのタイトルを、フランク・テイトにですね、12回判定勝ちして、当時9位だったその同じ WBA の世界ライトヘビー級タイトルを獲得して、このタイトル9度防衛してるんですね、はい。まあ、通算19度防衛してる。まあ、特にジャブが得意な技巧派の選手ですね。浜田さんをご覧になって、このバージル・ヒルはどういったボクシングだと感じますか？まあ、確かにジャブが得意な、離れてボクシングする選手ですね、はいはいはい。その特徴といえば、左を使ってぴょんぴょん動くんじゃなくて、左で2発打って逃げ打つと、はい、そういったのが特徴ある選手ですよね。さあ、一方 IBF チャンピオンのヘンリー・マスケですけれども、こちらは88年のソウルオリンピックの金メダリストです。こちらもお願いします。はい、この選手も32歳なんですね。ドイツ出身、この選手はもう長身のサウスポーのテクニシャンですね。戦績が30戦全勝、負けありません、 11KO、はい。まあ、非常に懐の深いその技巧派の選手で、93年ですね、プリンス・チャールズ・ウィリアムズに、まあ、当時バンクラスだと思われたんですけどね、12回判定勝ちして IBF の世界ライトヘビー級タイトルを獲得して、こちらも10度防衛してるんですね。だから、まあ、この同じ32歳同士、その、片や10度、片や通算19度防衛、はい、このチャンピオン同士の激突ですね。浜さん、こちらもチャンピオンですから印象を聞いておきたいと思いますが、マスクはどういった公式？まあ、オリンピックの試合も見たんですけどね、本当にアマチュア出身らしいっていうんですかね、アマチュアで最高のボクシングをするんですよ、はい。この最高のアマチュアのボクシングがそのまんまプロに入ったような選手ですね。本当にサウスポーの上手い選手で、ただ一つ決め手が欲しいなという感じなんですね、はい。さあ、一体どういうことになりますか、ご覧いただきたいと思います。バージル・ヒルとヘンリー・マスケが対戦します。これは統一戦です。この試合は昨年の11月23日、ヘンリー・マスケの地元ドイツのミュンヘンで行われたものです。WBA、IBF 世界ライトヘビー級タイトルマッチ、バージル・ヒル対ヘンリー・マスケ、王座統一戦です。大きな会場です。マイケル・バッファーのリングアナウンスが始まっています。先に紹介されましたのが WBA のチャンピオンです、バージル・ヒル。ご覧のような会場です。
まあ、ミュンヘンのオリンピアハーレなんですけど、はい、この会場ですね、よく入ってますね。やはりマスケ人気でしょうね。こちらが IBF のチャンピオンです、ヘンリー・マスケ。これがおそらく最後のリングコールになるのではないでしょうか。引退を勝っても負けてもすると言ってますからね。そうですね。そういった面持ちで今おそらくコールを聞いていたのではないでしょうか。ご覧のようなルールにのっとって行われます。あの3ナックダウンルール適用なんですね。1ラウンドに3度ダウンするとここでノックアウトになるんですね。はい。3分間際にですねダウンがあった場合ですね、ラストラウンド以外はカウント続行なんですね、はい、そしてレフェリーだけがストップできるという、はい、これ IBF ルールなんですけど、ドイツでちょっと折衷ルールになってますね。WBA とその、IBF ルールですね。さあ試合が始まります。 WBA IBF 世界ライトヘビー級王座統一戦です。12回戦、グリーンのラインが入っています。トランクスを履いていますのが WBA のチャンピオン、バージル・キルです。ご覧のようなトランクスの色分けになります。 IBF のチャンピオンはヘンリー・マスケ、サウスポーです。30戦全勝 11KO、試合前勝っても負けても引退と語りましたヘンリー・マスケ。浜田さん、もし勝ったら全勝でこれ引退ということになるわけですよね。そういうことですね。まあどっちかというと、まあ、綺麗なっていうのがかっこいいというか刻んな飲み方ではありますよね。よくそういうコメントを耳にすることがあります。勝ったままチャンピオンとして引退したいと、それができるかというこのヘンリー・マスケであります。しかも地元ミュンヘンは大観衆です。まあ、かつてあのハンガリーのですね、その名ボクサーですね、ラズロ・パップっていうのはオリンピック3連勝してプロへ転向して世界チャンピオンになれなかったんですけど、プロでも無敗ですね。でまあ引退した事例ありますけど、まあ世界チャンピオンとしてですね、こういう統一戦やって勝って引退っていうのはなかなか鮮やかな引き際になるでしょうね。このライトヘビー級ではここ数年間で最も注目される統一戦一戦です。お互いにそのオリンピックのメダリスト、マスケはソウル、そして、ヒルの方はロサンゼルスと4年間の違いがありますが、お互いにメダルを獲得しています。マスケが金、ヒルが銀です。そうですね、バージル・ヒルはあのロサンゼルスオリンピックでですね、韓国のですね、シン・ジュンソプ選手に負けたんですね、はい、プロではですね、その息の長い、そして負けないボクシングですからね。第1ラウンド残り1分切りました。右のストレートボディに打っていきます。そして左をその後フォローしていきました、バージルヒル。バージルヒルはよくサウスポー対策研究してますね。あ、どの辺にそれが伺えますか。まずあの左に動きながらですね、ヘンリーマスクの右を殺しながらですよね。そしてスッとストレートを打ち込んでいくと、はい、そういったやり方っていうのは結構有効的なやり方ですよ。ああそうですか。サウスポーの右を殺されるとですね、いきなり左を打ちたがるんですよね。いつものように高いガードです、ヘンリー・マスケ。アマチュアのままプロで
息の長いチャンピオンとして君臨していますヘンリー・マスケ、まあ、そういったスタイルをアマチュアのスタイルを守っているというような感じ。これは31戦目になります。ここで第1ラウンド終了しました。1ラウンド目はヒルのラウンドですね。はい、皆さん気づかれたかも分かりますけど、ヒルはですね、サウスポーのマスケの右肘を打ってるんですね、うん、あれを打つとですね、どうしてもボクサー の本能でですね、外へ弾こうとしてエルボーブロックしますね、はい、そして瞬間的に右腕が死ぬんですよ、うん、そこに右ストレートスポーンとボディ持っていってるんですね、はい、普通右ストレート腹を打つ前にですね、ジャブを上を掘って下へ持っていくんですけどね、うん、ワンは肘打って右ストレート持っていってますね。 WBA と IBF の王座統一戦です。第2ラウンドに入りました。両者とも32歳ですが、プロになったのはヒルが6年ほど早いということになります。これがバージルヒルは44戦目、ヘンリー・マスケは先ほど言いましたが31戦目です。歓声が声援が飛んでいます。ヘンリー・マスケに対するものです。表情を崩しません、いつものヘンリー・マスケ。右のストレート、ボディにストレートを持っていきます。今日のバージルヒル、まあ、お互いボクサータイプですよね、これまで。そして、まあ、カウンターパンチャーと言えるかもしれません。それほど積極的に出るタイプじゃなかったんですね、従来のスタイルは、はい、今日ヒルはですね、相手の方が長身なんで素早く入ってますね。 You dictate, Ferg, you dictate。ドイツ期待の星です、ヘンリー・マスケ。その選手が最後の試合を行っています。ですから当然声援、お客さんもこのようにいっぱい集まりました。ポジションの取り合いしてますね、近づいて小さな左を持っていきます。マスケ身長差が4センチあります。高いのがヘンリー・マスケで190センチ、長身です。小さなフェイント、マスケボディにまたストレート、まあ、今みたいな攻撃の仕方はバージルヒルよくやりますね、左を1、2出して右ストレート。サウスポー対策よく研究して上がりましたね、バージルヒルは。そうですか、はい、非常にいつもにまして慎重です。マスケ右のストレート、またボディに、まあ、どっちかというとマスケは待つボクシングですから ねそういう風にされると、マスケの右が今死んでいますからね、はい、おっとマスケ顔面にパンチをもらいました。第2ラウンド終了です。このラウンドもですね、有効打はお互いありませんよ、ところがですね、やはりそのどちらがよりその手を出しているか、そこで振り分けになりますね。そうするともうヒルの方がですね、まあ、ブロックされながらでもジャブ、あるいはもう右ストレート腹、当たりは浅いんですけどね、それ出してますから、このラウンドも私はヒルのポイントにします。はい、ちょっとマスケが戦いにくそうですね、相手動かれるんで。第3ラウンドです。ヘンリーという声が聞こえます。地元ドイツのヘンリー・マスケに対する声援です。この人はオリンピックの、まあ、先ほどから言っているソウルの金メダリストですが、当時は東ドイツの代表として確か小泉さん優勝を、そうですね、まあ、カナダのイガート・マーカスに勝ってですね、優勝したんですね。そのオリンピックのですね、あのミドル級の
銅メダリストがこの前西島陽介さんと戦ったフセイン・カドビ・シャーですね。あ、本名フセイン・シャー。はい。あ、そうですか。だからあのフセインはあのオリンピックとは別にそのヘンリー・マスクとも戦ったことがあると。言ってましたね。判定で負けたことがあると言ってましたね、はい、第3ラウンドに入っています。少し動き始めましたか。マスクが右を出し始めました。動きが活発になってきています。力強い右を持ってきました。ヒル、あ、いいジャブですね。大したもんですよね。サスポ相手にですね、いつもと同じようにジャブを使いながら戦ってますね。共に高度なテクニックを持っています、このバージル・フルとヘンリー・マスケ。リズム使いながら自分の細かく頭の位置ちょっと動かしてますね、はい、だからマスケとしてはちょっと打ちにくいんですよね。触りました。左、絞っていたんですが合わせることはできませんでした。マスケだいぶあのヒルの方が浜さん、はい、アグレッシブによりちょっとなったかなという気がするんですが、今みたいにですね、左をうまく使ってるんですね、この左がただの左じゃなくていろんな左出してますからね。まっすぐ打ったりグローブを打ったり横からいろんな感じでフックを巻き上げたりですね、はい、ですからヘンリー・マスクの右が死んでますよ、まあ両方ともスタイルとして前に出ている腕の殺し合いだなというふうに思いましたけど、うまく殺しますね、バージル・ヒルは。バージル・ヒルは通算で19度の防衛に成功しています。これはまあ統一戦ですが、勝つとなると当然防衛回数も通算で20ということになります。そうですね、ただし防衛記録はですね通算っていうのはですね従来その評価されなかったわけですね。やはり連続防衛、これはボブ・フォスターの14度ですね、これが記録ですよね。まあ、ハーンズに敗れるまでは10度、はい、そして取り返してからは9度というのがまあ正解です、正確です。一方のマスケは10度ですね。ここで勝つとまあ11度ということになりますね。引退ですかね、本当にしますか。第3ラウンド終了です。まあ、このラウンドもですね、まあ、ヒルの方が機敏にですねそのパンチ持っていってますね、はい、だからまあこのラウンドはヒルのラウンドですね。第4ラウンドです。ダイナミックなカメラワークを駆使しています。ドイツで行われています WBA IBF 世界ライトヘビー級王座統一戦12回戦です。あのヒルは敵地でもひるまずですねそのうまく戦ってますよね、いい出だしですよね、これまでのところは、まあ、ヒルは巧みなボクシングだというのは分かってたんですが、こういった感じのやっぱり緻密さというのはあるボクサーなんですか。だから時々その出来の悪い試合もありましたよね。まあジャバ、まあジャブ使う選手ですけど、まあ優秀なジャバではありますけれど、それほどですねその戦略的にうまいなっていう感じじゃなかったんですけど、今日の試合はまあテクニシャンのマスケに対してですね、この前のところはですねうまく戦ってます、はい、良い歓声です。ドイツのお客さん、おっと浜さん、テクニックを見ても湧くというね、はい、そうなんですね、大いに湧きますよね、まあ、言わけでスマートなボクシングで湧くんですね、国民性が現れます。まあ誰にも分かりやすいというのは完全な打ってノックアウトダウンさせるというのは分かりやすいんですよね、避けるうまさとかいうのは結構じゃあどこからが寄ってるかっていうのは難しいところあるんですよね、そういうところで湧く国民があるでしょうね、はい、まあ、それから大騒ぎしたといえば同じドイツ人同士のロッキー試合との、ね、試合はすごかったですね、
そして確かあの出身が東と西に分かれていたことというのがありまして、大いに盛り上がった試合の一つでもありました。ヘンリー・マスケ、あ、ちょっと赤くなってきました。バージルヒル、気のせいでしょうか。赤いようですよね、うん、そういう感じに見えますけどね、ちょっとこれは定かではありません。左を回しまして肩越しにパンチを持っていきます。左のリードブローバージルヒル、91年の6月、たった一つの負け、それをトーマス・ハーンズに12ラウンド判定負けで、しました。そして最初の防衛を柔道で止められています。バージルヒル、今右合わせたのもいいですね、はい、バージルヒルです。あ、これ今度です。第4ラウンド終了しました。大きなホール。このラウンドはですね、そのマスケがかなりプレッシャーかけてきますね、それで、右も当て出しましたし、その前半殺してたんですけどね、このパンチを取ればですね、もうマスケのポイントですけどね、そしてこのラウンドはあのマスケのポイントにします。挑戦者ですね、大きな会場、これあの確かめたわけではないんですけども、これ、ミュンヘンのオリンピアハーレといいますと、あのバスケットボールの大逆転があったホールですね。そうですね、あのソビエトと当時アメリカですけどもね、はい、ソビエトとアメリカで、あと残り数秒で大逆転という試合がありましたが、そこではないでしょう。間違っていたらごめんなさい。第5ラウンドです。ヒルもですね、その右ストレートのボディだけでなしにですね、もう少し攻撃散らした方がいいですね。顔面打ったりボディ打ったり、はい、ちょっと攻撃読まれてますよね。でマスケやはりクレバーですからね、あの攻撃に対応してくるかもしれませんね。山さん、1ラウンドから通してみて、はい、両者は何か変化がありますか。流れはですね、バージルヒルの流れですね。ああ、そうですか、はい、ここら辺りで何かして、マスケですね、何かして流れを変えに変えたんですね。そうですね、今のところ何にもしてないというところありますからね。そうですか、はい、まあ、さっきのラウンドやや出てきたところはありますけど、あれぐらいじゃ流れは変わらないですね。運命に2人をついていきます。やはりボディブロー、先ほど言いましたバージルヒルのたった一つの一敗はトーマス・ハーンズです。91年6月エキサイトマッチでもお届けしていますが、はい、随分前になりますね。もう97年の1月ですから、はい、だからまあ堅実なボクシングで、まあ、打たせないですし、そして、まあ、確かにあのノックアウトするタイプのボクサーじゃないんですけどね、まあ、負けないボクシングで防衛重ねてますよね。まあ、この大一番さばくのはパナマの、そのレフリーカルス・ベロカルですね、はい、まあ、平中紀信選手とモーリス・イーストの試合なんかその記憶に残りますね、いい飛び込みを見せましたバージルヒル、細かく細かく動きますヒル、マスケの左ストレート、はい、軽く当たりましたけど、入ったことでどうにか流れ、捕まって感じですね、あ、これすごいカメラですね。
ティングラウンド難しいですよね。まあ、お互いその、まあ、上手い選手同士ですからね、有効ではないんですけどね、まあ、よりコンビネーションまとめて手数出しているのはですね、これも当たってないですよね。あのヒルの方だと思いますね。私はヒルのポイントにつけたいと思います。はい、マスケちょっと今日はスピードがないんですかね。あ、そうですか、そうか、はい、まあ、もともと受けてからそのボクシングしますね、受け相撲なんですけどね、いつもよりはですね、相手がその小刻みによく動きますし、そのサウスポー戦術そのなかなか研究してますから、ちょっと捕まえづらいところがあるんですよね。だからこのラウンドちょっと積極的に右出してきましたね。はい、第6ラウンドです。WBA、IBF 世界ライトヘビー級王座統一戦12回戦。この上のクラスにはクルーザー級がありまして、さらにその上にヘビー級があります。上から数えて3番目のクラスです、ライトヘビー級。今日の計量ではウェイトでは、バージーフルは 79.15kg、 マスケは 78.93kg です。マスケは余裕があります。両者はきれいに離しました。おー、マスケの攻撃です。歓声が湧き上がります。ストレートの攻撃、左行く、あーと、左が当たった、決めましたね、本人マスケ、ちょっと焦ってまっすぐ攻めてるからそういうことがあるんですけどね。あー、バージルヒルが左に動きながら、はい、まあ、今一人でやかったんですけど、はい、左に動きながらの左ジャブ、まあ、ジャブに限らず左で出してるわけですね、それに並行してっていうんですかね、マスケも右に動くといいんですよね。マスケは右、そうですね、はい、まあ、カウンターになりかけたんですが当たっていません。バージルヒル上から見ます。両者の動きが分かります。そしてバージルヒルの左を殺さんといかんですね。好きなようにやられてますからね、マスクも釣られて左に動いてますからね。そういうことなんですよね。ですから動かされてるんですね、はい、これで左に動いてしまいます。マスク頭の動きは真正面だけですからね、今のところは、はい、右に動きながら打ち込むときに正面行けばいいわけですから、はい、第6ラウンド残り30秒。そうすると右に動けばバージルヒルの今の左は結構殺せると思うんですけどね。いい感じで左で出てますよ、バージルヒル。第6ラウンド終了です。いかがでしょう。このラウンド難しいんですけどね、ちょっと分析してみましょう、左フック2発バージルヒルいいパンチありましたね、はい、それより前はマスケが構成取ってたんですよ、はい、ところがあのパンチ受けてその後左ストレート返しましたけれど、その後がですねマスケも手が止まってしまいましたよね。それ以降は、ヒルの方が積極的に手を出してました。これもうそのどちらを取るかなんですけど、私はヒルのあの左フック2発をより有効と見ますね、はい、相手に与えたそのダメージは大きいと見ます。ヒルのラウンドにします。はい、第7ラウンドに入ります。 WBA のバージルヒル対 IBF のヘンリーマスケ、両チャンピオンの激突です。これでベルトが1本に統一されます。1人が2本締めるということになります。統一戦、両者ともオリンピックのメダリスト、左をついていきます。グリーンのラインが入った方がバージルヒル、ロサンゼルスのオリンピックミドル級で銀メダルを取りました。84年ロサンゼルスといいますと、そうそうたるメンバーが小泉さん、ボクシング界はいますよね、いましたよねという話もありますが、何人か、まあ、メルドリック・テイラー、パーネル・ビーテカー、フランク・テイト、マーク・ブリランド、最近カムバックしましたけれども、そしてまたあの大将を破ってイヴァンダー・ホリフィール、
まあ、その中で銀メダルだったのがこの人とバージルフィルとイベンダー・ホリフィールドですよね。まあ、イベンダー・ホリフィールドはどうですね、金は取れませんでした。まあ、事実上の金メダルでしょうけどね。第7ラウンド2分を切っています。ちょっと今の入り方なんかもちょっと焦ってますね。いい時のマスケなんかはその右を使ってですね、それワンツーから3つ目出したりですね、左アッパーボディ持っていって右返したりするんですけども、ね、ともかくやみくもに距離詰めようとしてですね、結局パンチ出さないでクリンチと、はい、ドタドタドタっていう感じですよね。ビューティフルショットって言っていたのは英語ですから、バージュンヒルのそうでしょう、いいぞという。まあ、ヘンリーバスケが注意されました。ちょっとやっぱり浜さん焦ってるような感がありますね。そうなんですよ、焦ってただ前に行くですからね、それを段階的に崩していけばいいんですよね。今なんか大きなフック来てますね、はい、さあチャンス取ったよく、ロープ触りますね、握りますね、はい、あれはルール上その禁止されてますからね。大きく跳ねるようなステップ、今のジャブもちょっとカウンター気味のジャブですね、はい、なんでそういったペースになってるかっていうとですね、バージルヒルの左一本なんですよ、要は、はいはい、それで今の リズムになってしまってるんですよね。そのジャブを殺しきってないんですよね。一応パーリーっていうとその払い落としなんですけどね、もっとそのパーリーしてそのヒルのジャブを払い落とさないといけないんですけどね、ちょっと無造作にその打たしてるところがありますね。第7ラウンド終了です。このラウンドは私はヒルのラウンドにしますね、はい。クリーンヒットは多かったんですね。今の打ち方は悪いですけどね、はいはい、最初こそいつものように非常に落ち着いた表情だったんですが、ドイツのヘンリー・マスケ、この辺りになると徐々にその焦りを見せ始めています。すごいカメラです、カメラ走ってます。第8ラウンドになります。入っていきます。マスケ。先ほどからパーセンテージが出ていますが、マスケの方が当たっているようです。まあ、これもあくまでもその聞いた聞かないではなくて、単に数字の上だけです。参考程度でしょう。だけど、ああいう数字っていうのはね、もう一つ当てにならないところは、そのパンチの重みを考えてね、ただ触っただけで、パンチの当たりが浅いパンチなんですね。分けるシーンが多くなってきました。例えばですね、片方10発出して5発当てたと、片方は1発しか手出していないです。ただし、一緒の1発当たったと。確率でいうとこちら 10割 100% ですよね、はい、でこちら 50% かもしれませんけど、相手に与えたダメージは5発の方が多ければですね、はい、これはもうパーセンテージで比較するんじゃないですね。パンチの有効度の集積で比較するんですからね、数字に惑わせてはいけません、ね、おちょっとコンビネーション続きました。バージルヒルいいですね、今のワンツー左フック、また入っていきます。3つ目左フック返しました。また右カウンターバージンフィル、マスケも右フック返せばいいんですね、今度は右のストレートから始まりました。入ってくるところをそのサウスポーの右フックを合わせればいいんですけど、その右フックがないんですよね。
は試合前に本人が言っていたことをそのまま信用するならば最後の最後に来まして大苦戦ということになります。ヘンリー・マスケ、本当にこの流れは悪いですよ。また左出していった左当たりました。8回ですからこの辺で変わらないと手遅れになってしまいますよ。そうですね、今の左ヘッドも怖いですよ。アドの先端ですね、あのちょっとかするような感じで。テクニックは超一流のものを持っていますが、ヘンリー・マスケ、やはりそれでもその単流れができますとその流れを変えるのは非常に難しいボクシング。ああまた焦っています。マスケ、この注意に対してブーイングです。第8ラウンド終了しました。お、乗ってますよね。乗ってなかったですね。第8ラウンド終了です。私はこのラウンドもヒールの方のポイントにしたいですね。いいワンツー左フックありましたね。あのスリーパンチコンビネーションの3発ですね、コンビネーション当てましたし、はい、逆にその普段バランスのいいですねマスケがですねちょっと焦って前出るためにバランス取るところがありますね。さあ次のラウンドは第9ラウンドになりますが、あの小泉さん、この、まあ、両者とも同じ年齢なんですけども、戦前の予想としては確かマスケ有利と出てたんですよね。そうなんですね、そういう声多かったんですね。つまりその無敗のまま引退するだろうという大方の予想だったんですが、ちょっと、まあ、地元のアドバンテージもありますし、まあ、ヒルには波があるんですけど、マスケはですね一応その無難に柔道を防衛してきてますからね。しかしここまでは内容はちょっとどころかだいぶヒルが押してるようです。本当技術戦ですけど、これまでのところはあのヒルが戦略的に勝ってますね。ああ歓声がひときわ大きくなってきました。やはりあのマスケとしてはポイントをその取られてることをまあ分かってるでしょうから、はい、ここで手数出してきましたね。左のストレート、マスケ。マスケも苦しくなってきました。左のアッパーで迎え撃ちます、マスケ。今のところ後手後手に回って焦ってますからね。先手で流れ変えなきゃいけないですね。アージーヒルが常に先手ですよね。それで焦ってばっかりですからね。まあ、じゃあどうやって先手でというと、まず左をバージーヒルの左をどんどん叩いておいて左ストレートを打つんですね。はい、まあ、動きも調子がいいようで、こうなんか元気がいい動きをしてます。もういいリズムになってしまってますね。バージーヒル、ああもうやりたい放題というような動きをし始めました。余計マスケが焦り始めます。ただこのラウンドは他のラウンドに比べると手数は出してますね。で左アッパーも使ってますしね。さあ今度マスケ反撃、あれもう一度続けるといいですね。2度3度続けるとですねヒルの足も止まりますし、あと30秒、あと背中を打ってしまいました。客さんのがだいぶ興奮しています。おお、ミドソール、まついた。今ですね、ヘンリー・マスケの右足引っかかりましたね。あ、そうですか。はい、なんで引っかかるかというと、サウスポーの右足が中に入ってしまってるんですね。普通は外に出してればいろんな動きできるんですけど、もう動きまで止められてますね。今第9ラウンド終了です。今のラウンドもちょっと難しいですね。最後はあのブラジルタルマですね。あの、まあ、あれは足が引っかかったと思うんですね。まあ、細かいパンチにそのこのラウンド出してましたからね。まあ、高精度につけるとですね、私はマスケのポイントにしたいですね。
10ラウンドまで来ました。ただうまい選手同士だとなかなかクリーンヒットっていうのはお互い許し合いませんね。そうですね。レフリーが分けました。このドイツでは圧倒的な人気を誇りますヘンリー・バスケ、この声援が後押しするはずだったんですけれども、ここまではなかなかエンジンがかからないようなバスケです。逆に勢いづいているバージーヒル、1分経過しました。第10ラウンド、打ち方も焦った打ち方でいい打ち方じゃないんですね、うん、ヘンリー・マスケ、左打ってそのまま体流してしまって今の感じで次の攻撃できないんですね。せっかくリーチあるんですから体流さないで打ってみるんですね。イドスレートもうくっついたらすぐそればっかりですからね、はい、次の攻撃できないんです。なるほどなるほど、つかないこと、またこれですからね、はいはい、だから距離、せっかくいい距離、取れる選手ですから、ええ、おー、ミドストレート、残念です。瞬間的に回転軸がその固定してですね、瞬間的にですね、でウェイトを乗せて打ち抜くような打ち方、はい、それは効くんですね。だからこういうふうな体がブレる打ち方をしますとね、野球でもそうです、クリーンヒットしてもですね、球が伸びない、それほどもうそれと同じようなものですね。当たっててもそれほど効かないんでね。第10ラウンド残り40秒切ります。同じ展開が続きます。突破口を見出せませんバスケ。ですからマスケが一発目空振りしたら次がクリンチだけなんですよね、だから空振りしても次、バージルヒルがくっついてきたところをショートパンチ打てる、それであればいいんですよ、はい、ヒルも老怪なところがありますね。相手が大きなパンチで自分の頭の上打ってくると潜り込んで、ああいう細かいパンチ集めてますね。ヒルのパンチやはりクリーンヒットが少ないですからね、まあ、このラウンドも私ヒルのポイントにつけたいと思います。バージル、はい、あと2ラウンドになりました。立ち上がったバージルヒル、そして向こうからはヘンリー・マスケ、グリーンのラインが入っている方がバージルヒルで WBA のチャンピオン、 IBF のチャンピオンがヘンリー・マスケ、地元ドイツ、白のラインが入っています。追いかけていきますマスケ、これは足を使ってさばきます。あ、大胆な足を使います。悪い展開になりましたね、焦って打っていって、まあ、どっちかというと今のバージルヒルの動きは逃げ切っても何してもいい動きなんですね、はい、アウトボクシング、完全なアウトボクシングになりつつあります。バージルヒル、浜田さん、逃げ始めましたか、はい、あるいは相手を挑発しているような感じなんですか。だから、ヘンリー・マスク、今内気に出てるからですね、こうやって流してるんですよ。なるほど、なるほど。ですから、無理に打っていく必要もないし、相手が打ってくるんだったら、じゃあちょっと動こうかと、ポイント取ってるっていうのは、気分的にもいいもんですね。軽いですよね、動きがね、そういうことなんですね。11ラウンドに来てこれが競ってれば、ヘンリー・マスが打っていったら打ち返さないといかんですからね、それもする必要ないですね。ここまでの貯金というのはちょっと大きいですね。
この動きは当然その計算を自分がリードしていると踏んでるわけですよね。計算できてるわけですね。まあ、おのおののラウンドは結構クロスなんですよね、はい。まあ、競ってるんですけれど、ところがそれを地道に積み上げてきてると、このラウンドどっちが取ってるか、やはりヒルの方が取ってると。あ、今のその振り分け採点方式ではこういうタイプのですね、ポイント取りに上手い選手は得ですね。焦りからこう怒りまで出し始めました。エンディバスケ、なかなか思うようにいかない、そういった怒りでしょう。で、焦って出るとまたヒルの感覚ですよね、浜田さん、ちょっとマスクがはまってきてしまいましたね。もう、しまいましたね。打たないと勝てないという意思が、頭にあるわけですね、だから、ちょっとスパートするには、まあ、遅いということないにしても、もう一押しやらんと変わらないですね、変わらないというか、ダウンぐらい取らんといかんですよね。1ポイント2ポイント取るだけじゃちょっと追いつきませんからね。この焦りようはおそらくマスケの方もポイントは取られているという判断のもとでしょう。そうだと思いますね、この軽い動き、バージルヒル第11ラウンド終了です。ポイントはマスケにつけたいと思いますね。あ、マスケですか、ポイントは。ヒルの方はですね、やはり相手のその攻撃をはぐらかすために動いてますよね、手はあんまり出してないですね。これお互い有効なクリップはなしです、それで構成っていうのを取るとですね、これはマスケですね、はい、ペースはヒル、ポイントはマスケ。ちょっと矛盾するようですけれど、はい、まあ、私そのマスケに厳しいようかも分かりませんけど、これまで与えたラウンドは4ラウンドと9ラウンドですね。マスケ他のラウンドは振り分けた場合ヒルに行ってるように思うんですけどね。まあ、確かに私の11ラウンド目はマスケのポイントだと思うんですけどね、ペースがヒルっていうのは余裕なんですよね、はい、4ラウンド9ラウンド11ラウンドですね、はい、さあラストラウンドです。どういう戦いぶりを見せますか、ヘンリー・マスケ。私はこういう時興味あるのはですね、自分もセコンドしますから、ヒル陣営が何点ぐらい勝ってると思ってるかですね。私なんかセコンドする時ですね、そのプラス気味とマイナス気味ですね、上下考えますから、それの悪い方の場合でそのまだ競ってるんだと、そういうことで選手を生かしたりして、なかなかそのポイント取るために逃がしたりしないんですけどね。無敗のままチャンピオンのままグローブを取ることができますか、ヘンリー・マスケ。グローブを置くことがあるか、このまま引退ですか、あるいはどちらにベルトが集まるんでしょう。お互いのベルトをかけての一戦です。ラストラウンド、バージルヒルは WBA、 そしてヘンリー・マスケは IBF、 それぞれのベルトがかかっています。ボクシングあるんですよ、なんとなくペースは取ってるんだけど、ポイントは来てない場合があるんですよね。でセコンドしてると自分の選手がよく見えるんですよ、はいはい、で同じパンチでも効いてるように見えるわけですね。勝ってると錯覚どうですか、プラス側に錯覚するときがあるんでね、で実際のポイントはそれほど触れてなかったんです。あと50秒です。このラウンドはヒルも逃げないでですね、かえって接近して細かいパンチ当ててますね。あと30秒、ヒルの方は目のあたり切ってるんでしょうか、赤くなってます。そうですね、
小さく切ってるようですね。しかしもうこのラウンドもあとわずか。ポイントをリードしているとそのヒルフィン陣営が見てこの作戦を取るんだったらこれは賢明な方式ですね、はい、というのは距離取るとですね、負けてるマスケの方はですね、ガーッ出てきますからね。かえってこうして打っては体を押し付けてしまって前へ出た方がですね、マスケの攻撃殺すことできますね。試合終了です。ラストラウンドはその構成点でヒルですね。はい、大歓声。今女性が映りましたが、マスクの奥さんでしょうか。そうですよね、さあどういう採点になりますか。バージルヒル青いフラッグを持っていましたが何のフラッグなんでしょうか。今分かりませんでした。ノースダコタ州旗じゃないかもしれませんね。今ノースダコタ州のウィリストン出身です。フランス・マーティースコアスベルト115-113 for Hill。 115-113ヒルですね。2ポイント差。Rogelio Perez scores the belt 116-113. Vittorio Urso scores the belt 112-116 for the winner by unanimous decision according to the scorecard in my hand. And now the champion Virgil Quicksilver Hill. Virgil Hill です。ちょっと今そのマイケル・バッファーアナウンスミスありましたね、はい、ポイント自身は合ってるんですけれどその3対0ユナニマスって言いましたけどあれ間違いですね。1人ですね116-112、はい、これ4ポイント差でマスケの勝ち。でもう1人がですね116-113 3ポイント差でヒルの勝ち、はい、それ一番最初申し上げた115-113 2ポイント差でヒルの勝ち。だから2対1でヒルの勝ちですね。